横溝直樹は神奈川県出身のレーシングドライバー。13歳でカートレースデビュー。1993年を追い松大スエルシリーズ SC ストッククラスでチャンピオンを獲得。1994年には地方カート選手権 FR-2 クラス開幕戦にスポット参戦し、最終戦には表彰台に一歩近づく検討を見せた。 1995年にはフル参戦し優勝を逃したもののシリーズ9位。1996年から全日本カート選手権にフル参戦し地道な努力で実績を積み、1999年にフォーミュラトヨタで4輪レースデビュー。2000年はフォーミュラトヨタにフル参戦しシリーズ3位。2001年は同シリーズで6勝を記録し、 シリーズチャンピオンとトヨタスカラシップを獲得した。2002年より全日本 F3 選手権に参戦を開始、同年はシリーズ7位、2003年はシリーズ5位、2004年には第3戦つくばラウンドで初勝利を記録し、シリーズ3位とこのカテゴリーでの中堅で活躍している。2005年にはチームをスリーバンドレーシングに移籍し、透明エンジンでの開発ドライバーとなり、 3バンド、日産エンジンの開発、熟成に貢献。参照を挙げて、シリーズ4位となった。2006年には2004年まで在籍していた、インジングに復帰。当初は F3 に参戦予定であったが、開幕2週間前に、急遽全日本選手権フォーミュラ日本に参戦することが決定した。しかし、準備不足のためなかなか結果を出すことができず。 全球戦中乾燥5度のノーポイントに終わった。2007年も体制を継続して挑戦。全球戦中乾燥8回乾燥。2008年はコンドーレーシングに移籍。他のカテゴリーでは2004年にスーパータイ級。2005年からはスーパー GT GT500 クラスに参戦している。2005年はクラフトのセカンドカーである34号車で戦ったが、 旧型のマシンということもあって、シリーズ19位という成績に終わった。2006年は、前年の F3 での好成績が評価されて、ハセミモータースポーツに、遺跡第2戦岡山の予選1回目にポールポジションを獲得。2007年は、成績は表彰台を2回、シリーズ7位であった。2008年は再び GT500 に復活し、2年ぶりに、 ハセミモータースポーツから GT-R で参戦し、ロニークインタレッリとツインリンクモテギで行われた第7戦では、優勝を飾った。2009年は、スーパー耐久シリーズに参戦するもシリーズランク3位。2010年モラにて、スーパー GT300 クラスに参戦。開幕戦で2位に入り、第2戦で優勝を飾った。シリーズ6位2011年は、 サンダーアジア MT900M でのスポット参戦に終わったものの2012年にはチーム対3からエンドレス対3911をミネオキョウスケとドライブ開幕戦からポールポジションを獲得すると常に上位につけ最終戦ツインリンクモテギで優勝 GT300 クラスでチャンピオンに輝いた2013年は国内より2012年同様 チーム対3兼エンドレスより、スーパー GT に参戦。他スーパー耐久に参戦し、世界に視野を向け、2013、アジアンルマン GTE クラスに出場。フェラーリ 458GTE で三勝を上げ、アジアチャンピオンを獲得し2014年のルマン24時間耐久レースの参戦が、決定。台湾モーターフェスティバルに参戦し優勝。 2015年25万人が熱狂したマレーシアのクアラルンプール市街地で開催されたキロリットルシティ GP で優勝。初代チャンピオンとなった。2017年はブラッペーン GT シリーズアジアの第3戦4戦にカルガイレーシングより参戦。4戦富士では日本人初の優勝を飾った。2018年はスーパー GT にカーガイレーシングから参戦。 アジアで行われている CEC シリーズで日本人初優勝とシリーズチャンピオンをメルセデス AMG で獲得。2020年、2021年はコロナ禍により海外レースが行われないためテレビ東京系列スーパーグッドでレギュラー MC 陣の一人としてレース解説やカーインプレッションなどを行っている。しかし2021年スーパーグッド第4戦に 木村武氏の代わりに、急遽スポット参戦をし、ぶっつけ本番ながら、見事7位で、ポイント獲得。スーパーグッドや、アジアンルマンなど、日本とアジアのチャンピオンの称号を持っている。ブランパンシリーズアジア、CEC シリーズ、GT マスターズアジアでは、日本人初優勝記録を持つ。聞こえの足長さんプロジェクトにて、台東区立白洋中学校を訪問。 声と音のバリアフリーを目指して NPO 法人日本ユニバーサルサウンドデザイン協会オフィシャルブログ。声と音のバリアフリーを目指して NPO 法人日本ユニバーサルサウンドデザイン協会オフィシャルブログ。2019年12月12日閲覧。ありがとうございます。